はい、こんばんは。スタジオリワーサイドへようこそ。ギタリスト大シンガーソングライターの竹下敦でございます。本日はですね、こちらについて学んでいきましょう。摩擦力とはです。はい、静止摩擦係数と動摩擦係数、こちらに分かれます。簡単に説明すると、静止摩擦係数というのは、ギターで例えるところの、例えば6弦3フレットをね押さえた時に、この状態、これを静止摩擦係数と言います。こっから、移動しますね。例えばこっからスライドしたとしましょう。これを動摩擦係数です。この時にフィンガーリングノイズ、もしくは、キュッキュという音ね、これは、静止摩擦係数から動摩擦係数に移動した時です。これを抑えるために、フラットワウンドというね、弦の表面が丸ではなくフラットになったものが存在します。ジャズなんかですと、例えばこういうフレーズですね。ジャズの場合、あまりフィンガーリングノイズねというものを嫌うために、フラットワウンドを使うケースが多いです。そしてそれを抑えるために、オイルのようなもの、フィンガーイーズと呼ばれるね、そういったものを塗ったりするのですが、ざっくりとお勧めしません。この動摩擦係数と静摩擦係数をコントロールすること、非常に重要です。例えば、スケール練習してみましょう。途中でという音が入りますね。これ一つのリズム感、パーカッシブな要素を演出しているわけです。これをどこまで減らしていけるか、意図してキュッという音を入れられるかですね。はい、ただのスケール練習がすごく楽しいものになってきてませんか？はい。ここで入れ替えることにより、動摩擦係数で起こるね、フィンガリングノイズを抑えることができます。で、ここからプレーン弦になりますので、基本的にフィンガリングノイズは出ません。ちょっとね、そういうフレーズがあったりしますが、ただスケール練習をするのではなく、この動摩擦係数と静止摩擦係数を使い分ける。はい、ただのスケール練習なんですが、キュッという音を入れるか入れないか、これによってニュアンスは相当異なります。ある程度という音を入れた方が、メロディーに対して、なんて色っぽさが出るんですね。これを、極めて動摩擦係数の、音を減らしてみる。と演奏するとニュアンスは変わりますよね。あえて。と演奏するのと、近いようでいて変わるんですね。この動摩擦係数と、静止摩擦係数をコントロールしましょう。もう一度スケール練習に戻ります。場合、動摩擦係数で起こるフィンガーリングノイズは打ち消されることが多いです。しかし、ゆっくり弾いてみましょう。
する動摩擦係数による、フィンガリングノイズが乗りますね。はい、これを入れるか入れないかでニュアンスが変わってきます。ただのスケール練習ですが、これで、スケール練習をすることにより、よりね、自分の左手のコントロール、そして右手のコントロールも同じことです。動摩擦係数と静摩擦係数をコントロールする。はい、私たちはこういう動きをしますね。何をやってるかというと、要するに動摩擦係数と静摩擦係数によって起こるフィンガリングノイズを抑えながら弾いているわけです。はい、ほとんどの場合、私たちギタリストは左手には着目しません。右手の動きでその人の技量を判断します。しかしね、ある点に到達したら、左手の動き非常に滑らかである必要があります。わかるでしょうか、こういう動き。はい、動摩擦係数と静摩擦係数をコントロールするわけですね。これによって一音一音のニュアンスが変わってきます。はい、本日のお話はですね、摩擦力とはでした。バイオリンもそうなんですけどね、摩擦からは逃れられないのでございます。物事に例えるならですね、例えば皆さんがビールを飲みになるとします。ビールの缶を机の上に置く、それを斜めにする、ビールが動き出しますね。動かない状態を静摩擦係数と言います。動き出すことを動摩擦係数と言います。これがどの角度になった時に動かすか動くかによって静止摩擦係数の強さが決まるわけです。それは質量によっても異なるわけですね。これは自分の指がどれぐらいの強さでフレットを押さえているか、これが静止摩擦係数の強さになります。なので軽く押さえて軽く移動すれば、静止摩擦係数から動摩擦係数に移動する時の差が少なくなるので、フィンガリングノイズが少なくなります。何かの参考になれば幸いです。今回のお話は摩擦力とはでした。静止摩擦係数、動摩擦係数、これを考えながら奏でられると、より一層ね、ギターというものが楽しくなると思います。それでは、ギタリストでありシンガーソングライターの竹下敦史でした。 See you next time です。